ちにしよっかな。これはチャゲさんやな。あ、いいか。うわ、全くやば。やばすぎる、これは。やばすぎる。明るいところで殺さんとな。明るいところで殺そう。早っ。まあいいです。いやー、ちょっと見出してない。カキゲームがボタン押しそうになったからもう。いや、押させてよ。この人ボタン押した後何してもいいって勘違いしてるから。怖いんだよな。危なかった、危なかった、ほんまに。ちょ、2票入れんの。ほら。暗室注意ですよ、暗室は。暗室注意。暗室入るときはね。そう、この2票しかもクルーですから。やだ、怖い。なんでや。俺殺さんといてくれ、マジで。もう最近マジでクルーしか切ってないで、たまにはインポスター切らせてくれ。サントスさんか。サントスさん、シンタロウさん、あ、シン様怪しいな、今の。シン様怖い、やばい、怖い。怖い、助けて、助けて、助けて、ああ、おらんかった、よかった。生きてるか生きてるか、よし、おー、ナイス、ナイス、白い、なんだよ、白い、白い、ボタン1問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 、何でもいい、何でも1問つけたらええってもんちゃうで。確かに。一応カキゲームの取説を言っておくと、あの、うん、カキゲームの周りで奇妙な動きしてシェリフ持ってたら殺されるんで、ちょっと気をつけてください。カキゲームが死ぬか自分が死ぬんで、はい。ハイブリさんミュートになってるけど大丈夫かな。ああごめんごめん、めっちゃ喋ってたわ。あ、隠さない、隠さない。あ、たまにはインポスター切りたいな。たまにはセリフしようですか。セリフしようか、今しようと、とやばいやばい、セリフしようと捉えられちゃうかもしれない。あかんあかん、くっそ、誰か切らせてくれ、頼む頼む、インポスター切らせてくれ。はたさこさん、うわ怖いなあ、怖いな、はたさこさん。殺さないでくれ、殺さないでくれ、頼む。あー怖い、やばい、これはやばい、直していこう。お、うわっ、まあですね。ああ、マスタカリさんシャワーにおらんかったっけ。お、いたいたいた。おお、ね、やったやったやった。足湯さん、あ、おったおったおった、うん、マシャさんを置いて俺メイン出て、うん、そのまま突き抜けて手で直しに行こうとしているところ。はいはいはい、武器込みしてるけど、マシャさんね、はい、うん、マシャさんは多分タオルタスク終わって下に行ってるかな。ほう、うん、うん、最後アーカイブ入ったけどおらんかったんで、おそらくやけど、あ、シューさんと慎太郎さんがシャワー付近に行ったはずだから、うん、お二人から証言を聞きたいなと思って。いた、ね、足湯慎太郎、ハイブリ、マシャカリは僕侵入してて、でチャゲさんも侵入してて、うん、見てます見てます、っていう状況で、でタオルタスクを僕とマシャカリが2人でやってる状況で、マシャカリが先に、いやでもどっち抜けたかわからんって言っときます。停電やったんで上行ってるか下行ってるかわからん状態です。ゲンさんは最初の方に、ああ同じこと言うと、ゲンさんは多分最初の方に、エレクトリカルを追って多分右の方行ってると思う。慎太郎君と最後見合った後、俺セキュリティ今展望のキッチンの手前ぐらい、キッチンの手前で展望の手前ぐらいキッチンです。はい、はい、チャゲポヨ一応最後エレクトリカルに行って、天気でいうところのですね、63、いや、メディカルじゃない、診察まで入れてるんで、エレキには死体はなかったです。
はい、柿がエンジン脇でコックピット行って途中まで畑坂さんの後ついてって、で最後昇降機で、停電直してます、リフトに乗って。うん、あ、じゃあ、私が、昇降機ついた時にヌーンがすでに来たんで、柿さんが行った後でボタンを押そうと思ったら畑坂さんが下側にいるのを見てって感じ。寺戸さんはコックピットです。畑坂チャゲっぽいはコックピットに入ってたんで死んでないかなと思って、最後コックピットにも、武器庫あたりでタスクしてからコックピットに戻って、終了です。え、チャゲっぽいはコックピットにいました？2人ともいなくなってたんでどこに行ったんだろうと思ってました。いや、僕このターン、このターンコックピットにいないんで、もしかしたらモーフィングだと、本当に動いたんだったらモーフィングだと思います。あ、違う違う、あ、違うや、柿さんか、柿さんだ。あ、そう、柿だ。危ない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 。足湯さんやなこれ、うん、切るんならもう断然足湯さんやわ。トータスハタさん何しとんねん。わーお、ハイブリソンサンタさん、うわ、怖い怖い怖い、助けて助けて助けて、逃げよう。ジュースさんおったらキルしちゃおうっと。え、え、ちょっと待って、ハイブリッドさん何、行こう。あ、あ、あ、こんにちは。ハイブリッドさん何してるの。ふう、あ、足湯さんやん。おー、足湯さん死ぬ。足湯さん死ぬんだ。足湯さんが死ぬんだ。めっちゃ怪しかったのに。見た人います？足湯さんを。足湯さんっていうのは、初手メイン脇でエレキに降りてる。で、ハイブリッド初手、エレキが通り越してセキュリティのテープタスクやって戻った時にはまだ生きてた。でも結構前やと思う。あー、なるほど。あ、僕が、どっか、あ、アーカイブで湧いて、で、下降りて、で、一回エレキに降りたんですよ。そしたらサントスさんも来たんで、ちょっと怖いなって思って上がってったんで、サントスさん見てないですか、シュウさんの。いや、見てないし、そもそもなんで怖いと思ったの、うん、え、容赦一応ないと思うんだけど、まあいいや。さ、最初の2キルの時に、どっちもキルできなさそうなのって、寺蔵さんと畑坂さんとサントスさんの、あと、柿さんもか。うん、この辺りは白い。柿さんは最後の、ほぼないと思うけど、ほぼないと思うけど、マシャさんが上に行ってた場合、シャワールームから上に行ってリフトの右に行ってた場合だけある。そう、柿さんがそこだけある。そう、畑坂さんと同じ、うんうん、そう、ギリギリ最後だけあるかな。ハイブリさんどこにいるんだって、ミキルの時は。武器庫、誰かね、死にあります、誰かから。ない、シャワールームに足湯さんとマシャさんを置いて出て、ほぼチャゲポヨさんの後ろにいた状態かな、位置的には。あの、見えてないけど、うんうんうん、見えなかったです。はい、うん、でただまあジャゲさんがいなくて停電になって、とりあえず一直線に行って武器庫なのでって感じ。足湯さんが死ぬなら新チャゲが濃度としては濃い。ああ、そうね、武器線はトータスさんもあって、まあまあ可能性は全然あると思う。これ源さんと、別れて慎太郎君と最後にエレキで会った後、僕セキュリティ最後展望手前キッチンです。ああ、まあ確かにそうだな、あるっちゃあるな、うん、あるね、あるね、広いね。まあ原産キルはトータスチャゲが濃厚で、まあハイブリさんもまあ武器庫で見られてないんだったら、まあ、キル込んでる可能性も。あ、ちゃんがアドミ見てるんじゃないの。あ、そっか、アドミ見てないよ。あ、見てないの、見てないのか。そう、最後入ったアドミ見てくれたと思うやん。割と帰ったところだったの、まだ見れるところにいなかったの。はい、押します、押します。怪しくなってきたから、次の2キルでパワープレムがあるから押してほしい。慎太郎ハイブリ、慎太郎さんに任せるか。
あ、小見様か、マジか。ナイス。ナイスボタン。はいはいはい。ナイスです。だからまあ、初手切りの容疑者が、僕、トータスさん、チャケプロさん、うん、で、ワンチャンハイブリさん、かけたあたり。うん。テラさんだけ外れんのか？テラソーさんはなんか、左側で死人があるんじゃなかったっけ？畑迫さん、かきさんとすれ違ってるじゃなかったっけ、うん、下に行ってますね。下に行ってるから、まあ無理です。そう。あ、ちょっと、ちょっといいですか？どうぞ。僕、シェリフです。ああ、よかったよかった。ナイスナイスナイス。あぶねえ。よく我慢して、よく我慢して、今まで。切りたいって言ってたからな、この人。もう言ってたもん。じゃあ、かきさん、どうしたいですか？なんか希望とかあります？ああ、もうぜひインポスター切りたいんで、ちょっと怪しい人を切らせてください。はいはい、やるなら新チャゲ等から、新チャゲ等やめてほしい。新チャゲ等からやってほしい。オッケー。新チャゲ等。で、かつ新コロンは一番白い畑迫さんにしてしまうのが一番いいかなと思って、一番白いから。いや、トータスさんと寺堂さんってキッチンで初手の時って会ってないんですよね。キッチン初手の時。ああ、そっちまで行ってないもん、俺。武器庫のタスク2つやってからコクピットに戻ってるもん、俺。あれハイブリさんも武器庫にだって言ったけど、合ってないの？ハイブリさんと寺澤さん。ね、停電中だから見えてない。すれ違ってはないっていうことが正しいかな。だから、画面内にはいなかったって思ってる、俺は。うん、すみません、チャゲポヨ一つ、提案なんですけど、マシャカリさんのキルってチャゲポヨが一番先にシャワー室出てるので、そこ多分マシャカリさんキルって一番難しいのかなと思ってて、でカキさんがシェリフ使用してるのであれば、慎太郎さんが結構高いのかな。慎太郎さんが黒濃度高いよね。そう、僕はそのマシャカリさんを実はシャワーで一切見てないんですよね。アシエさんは見たって言ってましたけど、僕は見てないから、うん、マシャカリさんがどこに行ったか分かんないんですよ、正直。なるほどな。うんうん。あと俺はテラゾーさんもハイブリさんも武器凍ったのに停電直しにおいでよって思ってるんやけど、だから釣るならさあ向かってほしい。釣るなら慎太郎さん、うん、でだったら確実にチャケポヨさんがトータスさんを打ってほしい。シェリフが打つならカキさんとトータスさん、じゃあエンジンで湧いてください。あ、俺なんや。はい、僕は離れた方がいいですよね。チャゲさんに言うの？え、どっち両方来てほしいから、うん、僕目線トータスさんとチャゲポヨさんの二郎が本線です、ほぼほぼ。だからどちらかを打って、まあ、もしくはボタンで釣ってほしい。いずれかで。あ、誰か電気直して。トータスさんや。どっちにしよっかな。これはチャゲさんやな。あ、マジか。お？あ、マジ？やった！やった！やった！カキさんがとりあえず自爆したよ。やったじゃねえやん！クルーじゃん！自爆したよ。クルーじゃん！おい！前で、うん、クルーじゃん。二人死んだんだよね。これトータスさんが魚振ったんじゃない？なるほどな。チャゲさんを打った、あ、こういうことね。カキさんが死んだ、その後にそのカキさんをトータスさんが漁夫って言う。うわ、うま、トータスさん。トータスさんうま。他に誰もいなかったの？トータスさんめちゃくちゃうまいじゃん。私はいなくて、ハイブリさんが、キッチンの方に来るのを見た。で、私は停電の配電盤まで行ってたんだけども、コミュが鳴ったので戻ってました。あ、それが一番そう見えるけどな。俺からしたら。黙ってたって、あれやったらよかったのに。俺先にはしご登り降りしてんの見せたらよかったよな、ごめんよ。トータスさんうまっ。黙ってたのであれば、チャゲさんはどうやって死んだんですか？え、知らん。じゃあ説明できない。なんか俺の前でカキさんが死んで、とりあえず俺はレポートのボタン連打してたら、今言った玉パターン、旗寺がほぼ初手切る無理で、手配プレさんがワンチャンあったんですけども、キッチンに来ているのを見ていて、残ってるんですよね、確かエンジンに。なんで実質ハイブリさんが無理で、トータスさんの玉レポじゃない？ハンドハイブリにが、俺玉レポの必要ある？誰も見てないのに。どれがあるんだと。あとあれか、俺がもしインポスターやったら視点が全部見えてるわけやん。だとしたらさ、これ漁夫レポの意味なくない？それやったら俺離れられるやん。いや離れられたとしても誰かが確認に来るからせざるを得なかったと思います。
いやだとしてもだってせざるを得ない。だって誰もいてないのにする必要なくないですか。あれじゃないの、相打ちだったとか、もしかしてチャゲさんがそのまま拒否しようとして。え、相打ちあるよね。うわー、なるほどな。やっぱなんかパーンってとりあえず。オッケーオッケーオッケー。トータさん、それだったらトータさん見てるはずじゃん。トータさん二郎の位置どこ？トータさんして。え、分からん、ごめん。俺今頭真っ白で目の前で診断拡散やったのに報告でチャゲポヨさんになってないもん。これはトータスですね、間違いありません。じゃあ照らそうかな。え、いやでもまあどっちにしろ。あ、じゃあ誰。あ、でもまあ分からん、パニックまとめた仕様です。トータス、まとめたなんだ俺は。あ、ありがとう、ありがとう。おい、頑張れ。頑張れって何。逃げろ。逃げろ。おい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 。マジか。いやこれトータスさんが上手すぎる。チャゲポヨ殺した。え、いやどっちでもいいって言ったから。どっちでもいいって言ったから。どっちでもよくはない。やばこ。アシュさんと、あ、第四文字へもっとまだ入ってます。抜けやんかった、抜けれやんかった。だってさ、あのインポスターのトータスさんがめちゃめちゃ真っ白になってて。こらこらこら、これ絶対にはこれレポの必要ないんよ。でもやっちゃった、うん、か分からんけど、おアスパラベーコンできてたもん。やったー、ティナちゃん信じてるよ。やったー、ハイブリさんなの。僕マットメイトなんで。あ、じゃあ片サコさんに入れます。じゃあインポスターって言わなきゃ、ね、そうだよ、インポスターって言わなきゃ。寺園さんで行くないですか。寺園さんまとめて。あ、そうそうだ、確かに僕に投票してもいいや。うん、あ、もう無理だよ。じゃあ最初にティラちゃんに投票して。いいよ、もう無理だよ。投票しまーす。ほな無理だよ。あ、ティラちゃん今もう誰か釣られようと負けたよこれ。はい、ハイミさんに届かないからもう負けたよ。やったぜー、ティラちゃん。ありがとう、トトさん。ありがとう。おいー、まとっかよ。2人いるんだ。どういうことこれ。マジか。これは。ああ。おい。めっちゃ生き残ってんじゃん。素晴らしい。こらこら。またチャゲさん来ちゃった。なんでなんでこんな来たわ。もうすいません。無理よ。ごめんなさい。あの正直全く推理が及ばなかったんで、もうトータスポスターだと思うけど、もうトータスつってもし誰かトータスじゃなくて生き残ってるならと思って、二人生き残ってたのね。五人三人会だったので。いやていうかトータスさんうま。うまじゃねえわ。うますぎやろ。うまいけど。チャゲさんがシリフになった時の。インポスターの勝利ね。これはね、僕今言わないように噛み締めたんですけど。最後のやつってどういうことなんですか。あのね、これはトータスさんから説明しようと思って。俺、コミューサボ入れてカメラ見えようにしてなんとかカキさん切ろうと思って。じゃあ上でチャゲポヨさんが見てたよ、配線のところ。カキさんそこへ寄ってって、チャゲさんの目の前で死んだよ。チャゲさんに言ったら、まあ怪しかったから、二択やったから、ここで、あの、裏張ったんやと思うんやけど、その瞬間、チャゲさん来たから、アスパラベーコン出来上がって、俺の目の前で。いや、そう、だから、その、トータスさんの、その、一瞬の判断がすげえなって思った。でも、その後、パニックになって、俺、通報したから、えぇってなって。なんで通したと思って。まあまあ、でも、俺、分からへんかったけど。俺もパニックやったから。いや、パニックいや、新さんはごめんね、言ってしまった、申し訳ない。いや、僕もね、タグボさんと、その、トータスさんの二郎に見えちゃったから、これはしょうがないですね。うん。そのせいで、まあ、チャゲボさん打ってることになってるから。なるほどね。ごめん、初手アドミンとかも見てたんだけど、状況が全く分かんなかったから、すいません、見えませんでした。全然。てか、5人3人会はびっくりした。取れたから、王様やな、カキゲーム。めちゃくちゃ。いやいやいや、おかげさまで、俺も日本動画できるわ。面白いわ。いやー、トータスさんの力になると嬉しいな。何かしらも、カキさんのおかげだよ。トータスが、あの、マットエイトって言った俺に優しかったから、もう終わりなんだって思っちゃった。あの、シェリフが終わったんだと思った。シェリフ使用しただけで我慢し、よく我慢したって初めて聞きましたけど、ね。おかしいからな。確かに。